中山茂明、中山茂明、中山成明、1943年、昭和18年6月7日台は、日本の政治家、大倉官僚、希望の党所属の衆議院、議員、発起、希望の党代表、文部科学大臣、第5代、第6代、国土交通大臣、第10代、経済産業副大臣、第2次、森改造内閣、日本維新の会、 次世代の党両院議員総会長第大西会長、希望の党最高顧問などを歴任。ラサール高等学校、東京大学法学部卒業後、大倉省、当時に入省、大臣官房企画官などを経て1982年に退官し、政治の道に入る。2004年の第二次、小泉改造内閣にて、文部科学大臣として初入閣し、 日本原子力研究所と文字を運営していた各燃料サイクル開発機構を統合し、独立行政法人日本原子力研究開発機構とする法案成立させた。また、聖は政策研究会事務総長を務めたほか、かつて慰安婦問題で調査を行い、南京事件は存在しないというレポートを出した日本の前途と歴史教育を考える議員の会会長を務める。 2008年9月25日に、麻生内閣の国土交通大臣に就任するが、同月28日に辞任。原因は、同月25日の、成田反対は、ごね読、日本は、単一民族、同月27日の、日教組解体へ、の発言に対してどう思る抗議を受けたため、翌29日、美の文太の朝ズバ、に生出演し、 自身の発言に対する批判に反論した。2008年10月4日、2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙に立候補せず、引退を表明したが、10月16日、やっぱり出る意思を固めた年、引退を撤回した。イメージダウンを嫌った自民党本部は、門前払いした。自民党内から日教祖批判などを繰り返し、 国交省を隕石辞任した中山茂明の再出馬なんか認めたら国民から疑われると批判が相次ぎ、当選対委員長の小賀誠選対委員長と電話で話したが立候補を拒否され再出馬を断念した。自民党宮崎県連は中山茂明の公認に元参議院議員、上杉光弘の出馬を内定した。だが宮崎育史部長職の交代は 進展しなかった。宮崎一区に自民の公認候補が存在しない選挙となり、自民支持層は分裂した。結果、民主などの推薦を受けた河村秀三郎が当選した。落選後、中山茂明はあまりにもあっけない落選。申し訳ない。全国的な民主党ブームの中、県民の冷静な判断を求めたが、 日教祖教育が浸透するとこの国はダメになる。政治家としてこの国の行く末を見届ける。と、政治活動を続ける意向を示した。2009年7月18日、自民党宮崎県連党議委員会は、県連として、すでに、上杉光弘を公認申請しているにもかかわらず、党議に背き中山茂明を公認候補とする、党本部に要請したとして、 当県第一選挙区支部の串間時代幹事長と大村海一郎副支部長を除名処分とした。2009年9月12日、県連統計は国交省就任時の発言やその後の衆院選、不出馬撤回など一連の中山茂明の言動を党の規律を乱す行為と認め、党本部に中山茂明を除名処分とするよう求める行を決定した。 2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙でも自民党からの立候補を目指したが実現しなかった。2010年6月21日、立ち上がれ日本公認で立候補することが決定した。自民党を離党した妻、京子と共に立ち上がれ、日本へ入党したが、第22回参議院議員通常選挙では落選。 2010年8月4日、自民党本部は、地方組織を混乱させ、自民党の選挙対策に悪影響を及ぼしたとし、中山主明を除名した。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では、公示前に立ち上がれ、日本が太陽の党を経て、日本維新の会に合流したことにより、宮崎一区に日本維新の会から出馬。 選挙区では3位となったものの、比例九州ブロックで復活当選、国政へ復帰した。日本維新の会では、両院議員総会長兼大議士会長を務めた。また、河野談話の見直しを求めた検証などを行う、歴史問題検証プロジェクトチームの座長を務めた。2014年6月、石原慎太郎共同代表が維新を分闘して、 新党を立ち上げることを表明したのに伴って、妻、京子と共に同党に参加することを表明。8月1日次世代の党政式設立に参加し、決闘大会では最高顧問に就任する石原や、党首に選ばれた平沼武雄と共に挨拶した。同日同党両院議員総会長、大議士会長に就任。同年12月14日の、 第47回衆議院議員総選挙で落選した、比例九州ブロックでの次世代の党の比例単独1位候補。2016年6月、第24回参議院議員通常選挙に、比例区から出馬するが、7月10日の投開票の結果、落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、妻、京子と共に、希望の党に参加し、 比例九州ブロックから同党の比例単独1位で出馬し当選した。2018年5月、希望の党分党に伴い新たに発足した希望の党の最高顧問に就任。2019年5月28日、党代表に就任。これらのうち自民党の議員連盟からは2010年8月の除名により大会したものと考えられる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。